そんなこんなで千原みのりです。イエイ。はい、こんな可愛いくまちゃんのパジャマ着てやばいやつだって思った？これはね、この間イベントで小学生役をやった時に着た衣装なのです。ちょっとね、可愛すぎるなぁとは思いつつ、せっかく買ったから家でも着てるんだ。えへ、とりあえず乾杯しようかね。今日はハイボール、チタハイ。ちょっとね、今日は薄めてないんだ、酔っちゃうかも。ではでは、今週もお疲れ様でした。来週も頑張りましょうということで、せーの、乾杯。あ、おいしい、おいしい。今正直すっごく喉渇いてたの。あー、おいしい。これガブガブ飲んだら大変なことになっちゃう。みんなは何飲んでるかな。そしてチタハイのお供はじゃん、堅揚げポテト。この間ね、ガーリック&アンチョビバリバリ食べてたんだけど、音がいいねっていうコメントが結構あって、 ASMR やってほしいっていう声とかも結構あったりするからね、より食べた時に音がいいお菓子を選んでみた。ここ開けた方が絶対食べやすいよね。避けるのかな。あ、いい匂い。じゃがいものいい匂いがする。あ、いたいた、わーいわーい。こんな時間にポテチを食べるなんて、トレーナーさんには内緒だよ。この動画見てたらバレちゃうな。えい、すごい、もう全部裂いちゃった。じゃーん。全部食べないようにはね、しないといかんよね。よしよし。この前さ、丸文字の LINE スタンプ作るよっていう動画出したんだけど、見てくれた？みんながさ、コメントで喜んでくれてて、すっごい嬉しかったんだ。どんなね、LINE スタンプになるか、みんなから募集してるんだけど、開けたのに私ポテチ食べてないじゃん。だから食べる。いただきまーす。いい音した？うん、美味しい。やっぱり硬いのっていいよね。うんうん、ハイボールに合うよ。で、 LINE スタンプ作るよって言ってみんなが喜んでくれてすごい嬉しかったんだ。どんなスタンプが欲しいかまだまだ募集してるので、じゃんじゃんコメント欲しい。うん、でも本当にもう今でもものすごくたくさん届いてて、毎日一つ一つコメント読んでピシッしてるよ。ありがとう。美味しいわ。このまましばらく募集して7月ぐらいから書き始めようかなって思ってるから、まだまだ気軽にコメントしてね。待ってます。だって丸文字を書いて LINE スタンプ用のデータにして LINE に申請してとか、いろいろやってったら多分めちゃめちゃ時間かかると思うんだよね。そう、さすがに年は越さないと思うけど、気長に待っててね。今日なんだけど、私のそれぞれの SNS についてお話ししたいなって思ってます。まず私の SNS に対するスタンスとか SNS への気持ちをお話しすると、うん、私ね、これまでさ、 SNS って苦手意識が強くって、どっちかっていうと避けてきたんだよね。世代的にさ、
こう物心ついた時から SNS が存在してたわけじゃないし、いろいろあって積極的にはねやってこなかったんだよね。デビューしてからさ、声優として出演させてもらった作品とか、歌手としてリリースした曲とか、やっぱりみんなの反応が気になるじゃん。うん。それでエゴサしてさ、こう掲示板とかさ見ちゃったりとかしてさ、それでうーん、自分のこととか自分が関わった作品とか人のこととか見ちゃったりとかして、それでかなりショックを受けて、ダメージをね受けちゃってる時期があったんだよね。それでどうしても否定的なコメントばっかりこう目についちゃって、気にしちゃって、それで怖くなっちゃったんだよね。そう、うん、自分が関わったものが世に出たら何書かれるんだろうって、どんなひどいことが書かれるんだろうって思うようになっちゃって、それこそデビューしたばっかりだったけど、あの頃はねもうすごくがむしゃらに頑張ってたけど、あー、私みたいな人間がこの世界でお仕事をしてていいのかなっていう風にね、すごくね思い悩んでた時とかもあった。だからまあそんな始まりだったから、なんだろうな、自己防衛というか本能的にそっちに行っちゃダメだってなんかね思ってたんだよね。そう、自分は SNS には向いてないなって思うようになっていった。でもさ、この4月からはさ、いろんなことに挑戦していこうって思ったわけ。みんなとのつながりがなくなるのが嫌だったし、4月からまだ3ヶ月目に突入したばっかりだけど、それでもみんなの心の声が聞けたりとか、今まで気づけなかったことに気づけたりとか、ああ、初めてよかったなーって思えることがね、一つ一つ増えていってるの。まあ私がその SNS をさ、本気で始めたからってさ、何かがこう大きく変わるわけではないんだけどさ、やっていく中でね、もちろん傷ついたりすることとかもね、ある世界だっていうのはよくわかってるし、そうだけど、みんなとのつながりがなくなりたくなかったから、自分の気持ちもどんどん変化していって、今があるし、12月に向けてのプロジェクト、自分の目標を絶対成功させたいっていう思いでこのミノリズムも始めたし、 SNS とちゃんと向き合っていこうっていう風に今ね、もちろんその怖いっていう気持ちが全部払拭されたわけじゃないけど、でも自分の気持ち的にはすごく前向きに進めてる、前向きに向き合えてるなって思ってる。でもそれは本当に応援してくれてるみんなのおかげで、ありがとうって毎日感謝してます。本当にありがとう。やっぱりさ、自分のことはさ誰も説明してくれないしさ、自分のことは自分でちゃんと伝えていかないといけないんだよね。うん、そう思う。うん、気持ちがねどんどんね変わっていってるんだよ。うん、そうなの。だから本当にね、この4月から一歩前に踏み出してよかったなーって思ってる。だってそうじゃないとさ、こういうみんなとの時間もなかったわけじゃん。そうなのよ。だからよかった、よかったっていうか頑張る。語彙力、語彙力ないなー、やっぱし。いや、美味しいわー。熱くなってきた。やっぱり薄めた方が良かったかな。でもなんか今日は飲みたい気分だよ。飲みたいし、ポテチが食べたい気分だよ。これはいい音するでしょ。おいしい。夜ってお腹空くよね。この時間はもう至福の時間だ。週に1回あげたいぐらい。
このみんなと一緒に乾杯する動画。美味しい。で、前置きがちょっと長くなっちゃったんだけど、今日はね、私のそれぞれの SNS についてのお話をします。なんでこのお話をしようと思ったかというと、この4月からね、それぞれの SNS の使い方というか、発信の仕方を明確に分けているんです。今ってさ、SNS 社会じゃないですか。だから、私のことを応援してくれている人も、全部が全部チェックできているわけじゃないと思うし、人によっては、この SNS を使ってないとか、使いたくないっていう人もいると思うの。だから、私が SNS をどう使い分けているのかを知ってもらって、その人その人にとってベストな形で私の発信を受け取ってほしいなって思って。おかわり！まず、SNS って投稿したものが流れていっちゃうタイプと蓄積されるタイプがあると思うんですよ。で、それに加えて SNS の特徴を踏まえてそれぞれテーマを使い分けています。まず、Twitter のテーマは、お知らせプラスコミュニケーション。ミノリズムで動画出すよとか、出したよとか、イベントやるよとか、出演するよとか、私の情報を発信、来い。ちょっと、チタを入れすぎたかな。美味しい。うん。どこまで話したっけ？そうそうそう。私の情報を発信しつつ、みんなのリプとかツイートとかで、みんなの反応を見ながらコミュニケーションをとってるイメージです。次！インスタグラムのストーリーズのテーマは、コミュニケーション！もうちょっとね、増やしていこうかなって思ってるんだけど、仕事からプライベートまでの日々のね、ちょこっとしたことを共有したりとか、あとは質問を募集したりとか、みんなとコミュニケーションを取りたいなって思ってます。で、インスタグラムのフィードのテーマは、活動の記録。プロフィールで、ずらーっと並んだ写真を見たときに、千原みのりさんって、こんな人なんだ、こんな活動してるんだで、すぐに分かってもらえるようにしたいなって思ってる。それで、YouTube。このミノリズムのテーマは、目と耳で楽しめるコンテンツ。YouTube。このミノリズムのテーマは、目と耳で楽しめるコンテンツ。まあ、動画コンテンツだから当たり前のことなんだけど、例えば、こうやってお話しする動画も、ただお話しするだけじゃなくって、一緒にお酒飲んでるみたいな雰囲気になれるようにしたりして、動画だからこそできる楽しみ方を意識して、一本一本撮影して編集してるんだ。文章だけより、写真だけより、ちゃんと自分の気持ちをこうやって伝えることができるし、受け取ってもらえるし、千原みのりのことを、一番分かってもらえるんじゃないかなーって思ってる。酔っ払いやん。これ酔ったね。それから最近再開した LINE のテーマはお知らせ。Twitter のテーマもお知らせなんだけど、この前動画で話したみたいに、LINE の普及率ってすごいんだよね。Twitter と違って流れないんだよね。そう、流れないの。だからね、情報をちゃんと届けられる可能性が高いなって思ってる。うん。と？まあ、ざっくりこんな感じかな。ふん。酔った。酔ったけどもう一杯飲めそうな気がする。今日は進むね。で、本当のことをお話ししますの動画でも触れたんだけど、もうすぐ、ボイシーっていう音声だけの発信も始めようと思ってる。この、ボイシーのテーマは、
補う。どういうことか説明すると、例えばお仕事とかミノリズムで動画に残せなかった裏側の部分をお話ししたいなって思ってて、見えない部分を声で補うことでそのコンテンツをさらに楽しんでもらえたらなって思ってる。これをまた始めるタイミングでお話しするね。もう一杯飲んだらもうダメだよね。飲みすぎだよね私ね。いや、なんか今日は飲みたい気分なんだわ。はあ、なんか本当にさ、一緒に差し飲みしてる気分になっていいね。ということで、それぞれの SNS の今の方針をお伝えしたんだけど、正直手探りな部分も多いからまた変わっちゃうかもしれないんだけど、その時はまたちゃんとお話しするね。そんなところですかね。いやー、酔ったわーこりゃー。にゃー、まとめるとね、生まれ変わるなら生きてるうちにってね。だ。あとさ、昨日面白いの見つけたの。なんか毒舌娘っていうスタンプがあって、可愛いキャラクターが真ん中にいて、両端にね毒舌が書いてあるのよ。それがすごい面白くって、もうなんかハマってこういろんなの見ちゃったんだけど、その中の一つで、他人の人生に成功とか失敗とか判断下してる、お前の人生が大失敗っていうやつがあって、めっちゃ面白くって、その通りだなって思って、いやこれめっちゃ面白いから、みんなもぜひ検索してみて。というわけで、今日は SNS についてお話ししました。そんなこんなで、千原みのりでした。またねー。